大田区の町並み大田区は東京都の区部南部に位置する特別区。蒲田駅、東口ロータリー、大森駅東口前身は大森区と蒲田区であり、区の名称は前身の2区から1文字ずつ取られた。区の政治、経済、鉄道交通は蒲田に一極集中している。住宅都市であると同時に臨海部は京浜工業地帯に含まれる工業都市でもあり、 町工場が集積する日本を代表をする中小企業の町である。他にも、区中心部の繁華街、歓楽街の蒲田や臨海部の羽田空港や工場群、日本屈指の高級住宅街として知られている田園調布が区西部に位置しているなど多様な側面を見せる。東側は東京湾を挟んで房総半島を望み、西側は川崎市中原区。 幸い区、南側は、川崎市川崎区、北側は、江東区、品川区、目黒区、世田谷区と境界を接する。夜間人口は、世田谷区の方が多いものの、都市構造が異なっており、東部の広大な埋め立て地と西部の丘陵部に挟まれた、狭い区域での密度の濃い都市部となっている。 東京23区の中で都心から最も遠くに位置し、23区で唯一都心 15km 圏に分類される。ただし、区役所が所在する鎌田は、多摩川を挟んで、神奈川県川崎市と接する交通の用地で、東京都心と神奈川県を結ぶ鉄道の本数が多い。区東部には羽田空港があり、大田区の面積の約3分の1を占め、 空港の所在地の地名も大田区羽田空港町名となっている。羽田空港の拡張により、世田谷区を上回り、二十三区最大の面積を持つ区になった。区内人口は二千年国勢調査では前回比、全会比2.21%増。二千五年国勢調査では同、同二2.31%増と増加傾向にあり、二千十七年時点では、鳥取県や島根県。 高知県の人口を上回る。大田区戸籍住民化調べによる、出生、死亡等の自然増減、転入、転出等の社会増減、外国人の帰化等のその他増減を加味した、人口動態でも2004年度プラス4862人、2005年度プラス5246人、2006年度プラス3043人の増加となっている。区内人口は、 夜間人口より昼間人口の方が多い。男女比率は2005年国勢調査では男性103対女性100となっている。人口密度は2000年国勢調査では1937人平方キロメートル。2005年国勢調査では11190人平方キロメートルである。東京23区で19番目の低人口密度となっているが、 これは前述の通り、羽田空港の面積を含むからである。それでも東京都平均の約2倍、全国平均の約33倍に相当する。世帯あたりの人員は2000年国勢調査では2.19人、2005年国勢調査では2.11人と減少傾向にある。外国人登録者数は一定している。大田区戸籍住民化調べでは、 毎年1月1日時点で2003年15,534人、2004年16,015人、2005年15,716人、2006年16,181人、2007年16,475人、2019年1月1日現在で、その数は24,199人に達している。国籍では、中国、韓国朝鮮、 フィリピンの順に多い。人口は増加傾向にあり、世帯数はさらに急増傾向にあるため、一世帯あたりの人員は縮小傾向にある。これは、夫婦と子供世帯の大家族世帯が減少し、単身世帯や夫婦のみの二人世帯が増加していることを示している。大田区高齢福祉課の予想では2023年度には、区域の5人に1人が、 75歳以上の後期、高齢者となる。2005年に、夜間人口は66万4027人で、あるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの、区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は65万7209人で、昼は夜の0.99倍の人口になる。都心の区では、夜より昼の人口が多く、 郊外の町では昼より夜の人口が多いが大田区はその中間にあたる。区の中央に位置する平地部は市街地が広がりビルやマンションなどが立ち並ぶ。京浜運河より東側は埋め立て地となっており物流拠点や工業団地がある。野町公園、海浜公園等が整備されている。池上通りより西側は給料部となっており、 小規模なアパートや民家、農地が混在している。丘陵部には薄田坂、宝来坂など名称を持つ坂が約50ある。標高は東から西に向かって高くなり、最高点では約42.5メートルとなる。飛び地上の領域として、令和島地区1.03平方キロメートルが、 中央防波堤埋め立て地西側に存在し、2020年6月1日に、町名の新設及び住居表示が実施された。括弧内は行政区を示す。東京都神奈川県平和島付近の航空写真、昭和島付近の航空写真大タクは、東京湾の埋め立てによって、区域を拡大してきた。1967年平和島及び昭和島。 1972年、大井府島。1974年、京浜島。1978年、城南島と次々に人工島を造成し、さらに1984年から始まった、羽田空港、沖合埋め立て工事が1992年に完了したことで、世田谷区を抜いて、東京23区総面積の9.6%を占める、最も大きな区となった。 中央防波堤周辺の帰属問題については、中央防波堤及び中央防波堤埋め立て地を参照。区域は、気象庁の警報注意報の発表区域では、東京地方23区西部に、欠片の気候区分では、温帯の温暖湿潤気候に属する。冬季の降雪は、ほとんどない。区域では、北寄りの風が多い。 羽田空港滑走路も北寄りの風に対応している。区域には気象庁が東京23区に設置しているアメダス観測地点の一つがある。羽田観測地点で降水量、気温、風向風速を観測している。当初は降水量のみ観測していたが1993年から気温、風向風速の観測も始めた。 玉川大橋京浜運河と新平和京専属池、大森外巨平原郡の町村地づく役所、本庁舎遠隔については、大田区役所を参照のこと。合併した大森区と鎌田区から、それぞれ一文字ずつ取った合成地名である。大田区と表記されることも多いが、五字である。その他の案には、東海区、六合区、京浜区、池上区、玉川区、 多摩区、羽田区、大森区などがあった。大田区では全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。当該住居表示実施直前の旧町名の一覧である。旧町名の後にと中期したもの以外は当該旧町域の一部である。区域は大正時代から昭和時代初期にほぼ全域で高地整理が行われ、 道路など都市基盤原型が整備された。現在は、大森、蒲田を中心角とし、その他鉄道駅周辺を地域角、羽田を未来角とし、整備が行われている。蒲田の梅園、歌川広重が大田区産業プラザ桜坂、大田市場区域に存在するほとんどの源泉は、独特の香りがある、黒湯と呼ばれる褐色の霊光線である。 場所により色の濃淡がある。泉質はナトリウム化合物、炭酸水素塩が含まれる食塩泉、重曹泉である。これらは太古の海水、植物、木刀が埋没分解してできた化石水と言われている。区域にはクアハウスのほか黒湯が楽しめる銭湯が数多くあり、現時点では東京の特別区では最多の温泉施設が存在する。 大田区では区域を4分割し、各地域ごとに地域庁舎を設置している。さらに、地域庁舎の下部組織として、特別出張所を設置している。また、行政地区を3区分とする場合は、蒲田地域、麹や羽田地域を合わせて、蒲田地区としている。大田区の郵便局一覧現在も極めて少数だが農家が存在する。 2014年大田区農家基本調査によると農家該当世帯は10世帯である生産物上位は盆栽植木類、シクラメン、小松菜となっている区域には JA 東京中央の支店が存在する大森はのり養殖の発祥の地とも言われ江戸時代には午前海苔として上納されていた昭和になり最盛期には東京港中央部まで進出して創業していたが 1962年、東京湾汚染、埋め立て地拡町のためのり養殖の漁業権を放棄した。しかし、現在でも、のりドニアが数十社あり、のり流通の中心となっている。毎年12月に、大森のり会館で行われる、大森のり、組合初入札での初値は、全国ののり入札における、基準値になっている。羽田は、江戸時代からの漁師町である。 現在でも漁師が在住しており、穴子漁や、アサリ漁を行っている。区域には、大田漁業共同組合が存在するが漁港はない。区域には、聖火、カキの取り扱い量日本一の大田市場が存在するため、卸売業の比率が高い。小売業については、商店数の減少が進んでいる。大規模小売店や、大手チェーン店が新設される一方で、 既存店舗と商店街は低迷、衰退傾向にある。一例として、山王の第新百貨店は2016年、買収により、メガドン・キホーテ・大森山王店に、業態転換した。20世紀初頭に東京ガスが大森に工場を、設けて以来、大田区は、東京都内有数の工業集積地となった。 神奈川県の川崎市、横浜市とともに、京浜工業地帯の中核を成している。平成25年工業統計調査によると、区域には1503の事業所がある。大田区の製造業は、中小企業が多く、こうした町工場はピーク時に1万近くあった。現在は3000程度に減っている。国内景気の低迷。 納入先企業の生産会が移転による経営難、後継者不在等が町工場減少の背景となっている。このため、大田区では大田区産業プラザの建設、財団法人大田区産業振興協会設立等による中小企業支援を行い、東京都も東京都立産業技術研究センター上南支所、中小企業振興公社上南支社を設置している。 町工場地帯に後から入ってきた住民が、工場の騒音や、臭いなどに不満を抱く、重厚混在地域としての問題もあるが、大田区は製造業の集積を維持する、重厚調和を掲げている。独立した建物での企業や創業が困難な、事業者には、工場アパートを、期間限定で貸し出している。特筆ない限り区域に本社がある企業を表す。 羽田空港第2旅客ターミナル京浜東北線、京急蒲田駅東急池上線、東京モノレール羽田空港、国際線ビル駅ホーム千葉県成田市の成田国際空港にも、リムジンバスや鉄道を利用すれば、乗り換えなしで行くことが可能。蒲田地域では、鉄道路線網が発達しているが、大森地域では放射状の鉄道しか走っていない。そのため、大森地域における、 東西方向の公共交通機関は、路線バスに頼ることとなる。現行路線に東日本、旅客鉄道京浜急行電鉄、東急電鉄東京モノレール、東京都交通局東京臨海、高速鉄道東日本旅客鉄道廃線、廃駅新線高速域内の路線バスは、JR 東海道線を境に東側を、京浜急行バスグループ、西側を、 東急バスが担当している。バス網の発達は早く、昭和初期には、メカマ乗り合い、池上電気鉄道、梅森蒲田自動車、京浜電気鉄道、東京乗り合い自動車の各社が区内に、路線網を繰り広げていた。そのうち前期2社は、目黒蒲田電鉄を経て、東京横浜電鉄に、後期3社は、京浜電気鉄道の系列化にそれぞれ集約されたが、 1942年に、戦時統合で、区内のバス会社はすべて東京急行電鉄に統合された。1948年の大東急再編成で、現在の東海道線を境界とした住み分けが形成された。かつては、大森駅新宿駅西口、池上駅東京駅あえすぐち、蒲田駅大田4丁目等の中距離路線もあり、 路線は充実していたが、近年は路線統合、路線縮小の方向にある。乗降方式は前乗り中不利で、基本は均一運賃制である。一部に区間運賃制の路線があるが、整理券は使用せず、乗車時に行き先を乗務員に申告して、所定の運賃を支払う。羽田空港はバスターミナルとして、都内有数の規模であり、 路線バスの他にも各地へ空港リムジンバスが運行されている。路線バスコミュニティバス空港連絡バス、高速バスその他、リムジンバスとして羽田空港に乗り入れる都内及びその周辺のバス事業者がある。区域に能力育成、教養向上を図ることを目的した専修学校がある。公立私立公立私立区立小学校の 総児童数は1958年をピークに減少を続けている。公立私立かつて区域には9の区立幼稚園と49の私立幼稚園があった。しかし、2004年10月8日、大田区議会において大田区立幼稚園条例を廃止する条例が可決され、2009年3月末にすべての区立幼稚園が廃止された。区域に、 学校教育に類する教育を行う各種学校がある。区域に東京都立の特別支援学校がある。大田区立の特別支援学校はない。情報コーナー、大田区は東京23区のうち区営スポーツ施設が多い区の一つである。しかし、玉川河川敷の施設は冠水すると長期間使用できなくなる。区域の緑比率は 約20%であるが樹木で覆われている割合は9.5%である。臨海部、低地部に緑が少なく、多くの緑は大地部に偏在している。東方大学医療センター、大森病院と東京都保健医療公社、江原病院は内科、外科、小児科の三科系対応、その他病院は内科、外科の二科系対応となっている。区域のほとんどは、 警視庁第2方面管内となるが、埋め立て地の一部は第1方面管内となる。消防署消防団大田区には消防団が設置されており火災発生時に出動するが、区域で発生する火災は東京消防庁にて対応可能なため交通整理等の広報支援や残火監視にあたる。現在では団員が本業で取得している各種資格や知識を活かした。 震災時の救助活動が期待されている。大田口先の会場は、海上保安庁第三管区海上保安本部東京海上保安部の担任水域である。区域に水上艦艇の基地はないが、大井府頭に、港内交通管制室多い船舶信号所羽田空港整備場地区に、羽田航空基地と羽田特殊救難基地がある。区域は陸上自衛隊、 第一師団第一普通科連隊の警備、担任区域であるが区域に駐屯地はない。航空自衛隊、海上自衛隊の基地もない。西蒲田に、隊員募集のための自衛隊東京地方協力本部、大田出張所がある。大田出張所は、大田区のほか、三宅島、三倉島、八丈島、青ヶ島、小笠原諸島を担当している。大田区には四種類の区立住宅。 クエ住宅がある。原則、居住者については割愛し、特筆ない限り、大田区出身者を示す。政治、経済、学術、芸術、文化、芸能、モデルスポーツマスコミその他の人物スポーツオーケストラ、合唱団区域で撮影された番組も含む、ありがとうございます。